皆さんこんにちは。ゆりしーどもてあしチャンネル委員長の林でございます。本日は 99% 絶対に痩せない残念なタイプ5選をお送りいたします。ゆりしーどは延べ4万人のお客様のデータをもとに美と健康の研究をしている研究施設です。今回は明確に分かっているんだけど、これを言ったら怒られちゃうかなっていう話を暴露しちゃおうかなと思っています。それではどうぞ。痩せたい人は基本的に自分が太っていると思っているので、どうやったら痩せるかものすごく悩んでいる傾向があります。そのせいでご自身の思考が正常に働かなくなり、効果がある行為でも効果を感じない状況に自ら陥ったり、効果のないエステに貴重なお金を使ってしまったり、時間を浪費したりしています。これからはそうならないようにするために、正しい判断力を養って自分に合った方法を見つける力をつけましょう。そのために諸先輩方が置いていってくれたデータを利用し、自らがその傾向にはまっていないかチェックし、常にその状態を回避していきましょう。まず一つ目のタイプは、原因を突き止めず方法論だけを探しているタイプ。なぜ今の体型になったのか、大抵の人は食べ過ぎと運動不足で片付けていますが、それなら私が中島美嘉さんと同じ生活をしていれば彼女のような体型になれるんでしょうか。その答えは皆さん知っていますよね。ですよね。なぜ人は太ったのかなんて理由は実は誰もわからないんです。でもその原因を突き止めないと、無意識に加速しているエスカレーターに対して時間とお金を使ってダイエットをしてもいつかはその速度に負けてしまうでしょう。だから一番大切なのはその原因を突き止めることなんです。二つ目のタイプは、努力をするときどっちがいいかなと考えるタイプです。ダイエットをするときどっちがいいかなと考える人は痩せません。その理由は努力と結果をワンオンワンで考えているからです。例えば東大に行こうと思っている学生がいたとします。お姉さん、英語と数学どっちを勉強したら東大に行けますかって聞かれているのと同じようなことなんです。英語も数学も両方大切です。ダイエットも同じ、いろんな方法をいろいろやっていく方がいいに決まってます。でも時間とお金には限界があります。ですのでやれることからコツコツとやるべきだと私は思います。一歩一歩歩みを止めず歩いてまいりましょう。三つ目は、努力の結果がすぐ出るものを優先してしまうタイプです。痩せない人はとにかくすぐ痩せられる方法を探す傾向にあります。例えば太ってる人の体一人を見ても、その脂肪分布や脂肪の状態は様々なの。どの部位も同じタイミングで同じだけ痩せるということはありえないんです。そしてその努力はまず一番時間のかかるものから始めなければいけないと思いませんか？例えば夕飯を作ろうとしたとき、煮物を始めてから焼き物を焼きますよね。いきなり生姜焼きを焼く人はいませんよね。ダイエットも同じなんです。その方が結果的に一番時間が短くて安くできるんです。4つ目、努力の結果判定が異常に早いタイプ。ダイエットだけでなく何事も身につけるためには数年はかかります。ダイエットだけ数ヶ月で見違えるほどの結果が出るなんて妄想は捨ててください。仮にそんなことができたとしても、リバウンドをしてしまったり、皮膚のたるみが発生したり、ボディラインに異変が起きたり、健康状態が悪化したりなど、必ずデメリットがついてきます。それを修正する方がもっと時間がかかる場合だってあります。しかし効果のないものに数年間のお金と時間をかけるわけにもいきません。
ですが最低でも半年から1年ぐらいは努力してみましょう。その努力の効果がいきなり爆発的に大きくなることだってあるんです。その際の注意点としては、いろんな要素を取り入れてください。例えばパイナップルダイエットとリンゴダイエットとなんちゃらダイエットとかっていう食べ物で統一するんじゃなくて、食べ物はよく噛んでゆっくり食べてバランスのいい食事をとか、運動はなるべく階段を使ってみようとか、それから腎臓ケアはプレミアムニトキを飲んでみようとか、むくみ対策はプールウォーキングをしてみようとか、それぞれの項目を題して一つずつ二つずつ努力をしてみるってことは非常に有効な手段なんですが、一個の項目だけ一生懸命そればっかりやるっていうことが基本的には NG です。5つ目、面白がり上手ではないタイプ。ダイエットして自分を変えるために努力しようと決心したのに、これから失うかもしれないものを理由に努力をやめることはお避けください。それよりもその先にある楽しいことや新たに得るものを想像して願ってください。願わねば叶いません。自分自身に魅力を感じなければ、誰があなたの魅力を感じてくれるでしょうか。リシード東京本院大阪分院で行われている院長の美容整体オールインアンパックの初心時のカウンセリングには、こんな話もしながらお客様の脳構造を理解するために時間を使わせていただいております。一般的に痩せにくいなと思う人ほどお時間をかけさせていただいておりますが、もしご興味がありましたら一度施術を受けてみてください。本日も長い間ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録していただきますと励みになります。これからも皆さんのためになるような動画を作っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。それでは、さようなら。